おはようございます。速稼塾の久保です。がないように思いますよね。で、他にもあることはあるというふうなことを言う方もいますけども、それも込みで私たちは医療機関にお願いするのか、それとも自分でオリジナルなね、結果論からなんかいろいろと論ずることはできるんですけども、いちいちお医者さんのせいにしたりとか、お医者さんが私たちの体をね、金儲けに使ってるとかね、こういうふうに進めていく、いわゆる人を叩くっていうのがね、相変わらずなくならないのはすごく悲しいことだなと思ってますよね。ドクターも私たち患者さんを何もね、末永くかもろうと思ってやってる人ばかりではないわけですよ。で、そういうふうにドクターに対してものすごく不信感を煽ることが、ドクターの活動をものすごくやりにくくしてですね、なんかあんまりいいことではないのかなと思いますよね。もちろん真実をねじ曲げろというわけではないんですけども、ちょっとね、こう抗がん剤の効果はないことをお医者さんが認めましたって言ったら、あ、ほらやっぱり医者はなんかインチキなんだっていうふうにみんなで叩くとかね、そういうことじゃないと思いますよね。やっぱりお医者さんに任した結果、うまくいった例もあったりとか、まあ、いろんな現象があるわけですよね。確かに抗がん剤の効果っていうのは思ったよりも、薄いのかもしれないですよね。薄いのかもしれませんけども、そこをね、なんかあまり叩きすぎて、最善を尽くしている現場のドクターをものすごく萎縮させることっていうのは、私あんまり歓迎しないなと思うわけですよね。医療業界に対してものを言うのはいいんですけども、個人的なお医者さんに対して何か責めるとかね、まあ、でも結局我々ががんになったらお医者さんのところ行くわけですよね。で、私はね、そのがんにならないための方法っていうのが他にも、あるんではないかなと。だからがんになってから焦るんではなくて、がんにならないような体を作っていくってことを10代や20代の時から繰り返していくって、その積み重ねでやっていくしかないのかなと思うんですよ。まあ、あとはがんにかかったりとか、他の大きな、ね、病気にかかった時に、人間は不老不死じゃないってことをつい忘れてしまうんですけども、自分にもその時が来たかなというふうな覚悟もいるのかなと思っちゃうんですよね。いろいろと思うところはありますけども、私もね、癌で、亡くなる方結構目の当たりにしてきたりとかね、本当悲しい目にも遭ってきたんですけども、それでも現場のドクターが金儲けのためにね、徹夜をして付き合ってくれたりとか、最後まで見取ってくれたりっていうふうには全然思えないですよね。心を尽くして一つ一つの治療に当たって、そして私たち患者がね、安らかに眠っている時も、お医者さんは別の方法がないだろうか、どうだろうかっていうふうにいろいろ検討してくれたっていうこと、その姿っていうのは今でも覚えてるかなっていうところですね。皆さんどういうふうな感じになったでしょうか。それでは本日のライブ、本当に Wi-Fi の電波が悪くてね、あんまり動画がアップロードできないんですよ。まあ、そういうことなんで、限られた情報発信になりますけども、5日間ちょっとねお願いします。電波ねちょっと悪いんですよ、ゆきこさん。だからあんまり長い動画が作れないというね、まあ、前回もそうだったんですけどね、そんな形でございます。さあ、じゃあ朝食になります。